ちょっとライブはお休み。ライブお休み。次トーク。トーク。次のトークは松本はじめさんです。松本はじめさん、松本はじめさん、おーい、こっち、こっちですね、こっち、隣から、あ、いた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 、松本はじめさんが来てくれてます。はい、松本はじめさん、いろいろ経歴を読ませていただきましたが、面白いこといっぱいやってますね。あ、そうですよね。まずですね、古着とリサイクルのお店、素人の乱5号店店主、はい、貧乏人大反乱集団主催者とか、はい、いっぱいあって、そうですね、ね、読んでると時間がなくなっちゃうので、はいはいはい、その辺の話も聞けるのかしら。あ、わかりました。はい、はい、どう、はい、いいですか。うん、僕も松本はじめさん大ファンです。もう企み、そう、企んでます。彼の企みに皆さん、ちょっと耳を傾けてください。僕もぜひ聞きたいです。はい、はい、よろしく、はい、楽しみに出ますのでよろしくどうぞ。私もその企み聞きたいな。そうなんですよ、日々ちょっとね、企みをしてるんですけどね、なんか、うん、まあとりあえず自己紹介からね、そうですね、します、はい、東京のね、高円寺でリサイクルショップとかで、ね、いろいろお店をやったりとか、で謎の日替わり店主のなんとかバーっていう名前のバーを開いてみたりとか、今実はゲストハウスの準備してるんですけど、そういうのを作ろうとしてたりとか、いいですね、なんか今いろいろやって、もう完全にもうなんかインチキの塊みたいな、こう店とかをたくさんこう増やしていこうかなっていう。本物のインチキ。そう、本物のインチキにしていこうかなっていう。本物のインチキ、まあ思ってるんですけど。人生楽しそうですね。楽しくてしょうがないですよね。はいはい、きっとそういう人のところには人が集まってくるでしょうね。ですかね、ちょっと分かんないですけどね、まあまあとりあえず暇人がいっぱいいますからね、やっぱ重要ですよ、そういうのは。ほい、じゃあ、トーク行ってもらいましょうかね。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、どうもどうも、お願いします。あ、どうもよろしくお願いします。ですね、まあなんかね、まあ、ちょっとね、世の中を見てみると、なんかこう安倍首相とかね、嫌ですね、なんかあれもう、ああいうの、うん、でなんかすごいちょっと窮屈な、なんかね、世の中になってきたなっていう気も しないでもないんですけど、でもやっぱりね、意外とやっぱりやれることはいっぱいあったりとかして、まあうちはその東京の高円寺でいろいろ場所作りというかね、そういうのいろいろやってはいるんですけど、まあね、なんだかんだ言って、とりあえずその、まあ、2年前に原発の事故が起こって、あれはやっぱりすごいなんかショッキングなことで、で放射能が来るだとか、これもどうなるんだとかも全然わかんないし、めちゃくちゃ不安になったってことで、まあとりあえずもうカチンと頭に来たんで、もうとりあえず原発ふざけんじゃねえみたいなデモをまあやったりとか、まあしたんですよ、2年前ぐらいから。でまあ何ヶ月かやって、でまあその後もまあやれるとこはまあ関わってはいるつもりなんですけど、でも意外とね、やっぱこの日本の世の中ってのは手強えなっていうか、なんかもうね、止まるどころか、なんか原発ね、またなんか動かすとか、まして輸出するみたいな話になったりとかしてて、なんか、あ、こうなるのか、この世の中はっていうので、結構意外とそのびっくりしたところもあったりとかして、で、まあ、そう思ってたときに、やっぱりふと思うとね、やっぱりこれはもう、やっぱり、ちゃんと自分たちのやることにどんだけやっていくかっていうのが、やっぱ最強のことなんじゃないかなっていうのは、やっぱりすごい思い始めて、で、なんか本来やってたその普通に商店街、潰れそうな商店街で店をやってるとかで、暇人がうろうろ集まってきて、なんか知んないけど成り立ってるみたいな、そういうのをやっぱりやってるって、ちょっとそのね、やっぱ原点をやっぱちょっと大事にしていかなきゃいけないなっていうふうなところに、ちょっとまあ一瞬立ち返ってて、でその時にまあ変な店とかいっぱいね、また作っていこうと思ってるんですけど、で最近ね、その海外になんかよく行くようにしてって、っていうか、なんかたまたま知り合いとかどんどんできてきて、外国にどんどんなんか遊びに行ってるんですけど、でその中でも特にそのアジア圏にやっぱり安くて近いんで、すごいよく行くんですけど、なんかねすごいんですよ、もうイカサマっぷりというかね、そういうとんでもないやつらの具合が。でついこの間も台湾に行ってきたんですけど、台湾に行くとですね、もう本当向こう超緩いんですよ、なんかもうみんななんかもうなんかなんとかなるだろうって気が完全になんかこう街に蔓延してる感じで、なんかすげえレベルが高いんですけど、でまあ台湾の南の方行くと、なんかもうまたその暇人みたいな人がたくさんいてですね、なんかまあ友達がいっぱいいて、なんかおおよ来た来たってちょっと遊ぼうみたいな感じになるんですけど、まあ平日昼間からとりあえずまあ飲み始めたりとかね、公園でタバコ吸ったりとかしてて、でそれもなんかね、その港の近くでたまたま行ったところで、なんかその
完全にもう一応向こうも再開発みたいなことをやっぱり頑張って政府はやってみるんですけど、それが意外と効果がなくて、すんげえ綺麗になるんですよ。公園とかがもう雑草とかなくなって、港とかもなんかこう綺麗な堤防みたいになったりとか、すげえ綺麗になるんですけど、そこになんか普通にもう今まで通りになんかハンモックつって寝てたりとか、普通になんか焚き火してたりとかね、なんかそういうこうなんか下手したら再開発されたことに気づいてねえんじゃないかっていうような人たちがいっぱいいたりとかして、それ見た時にやっぱこれはレベルが相当高いぞっていうのをちょっとやっぱり思ってて、でその人たちが、まあ、友達なんですけど、その人が一体何やってるかって言ったら、港の船に、港になんかつなげられてる船があって、その船になんか住んでるんですよ。でそれはなんか持ち物が誰のもんだかよく分かんなくなったような船とかがこうあって、でそこにどんどん勝手に改造して色も塗り替えたりとかして超快適な船になって、で住んでるんですけど、で普通日本でそんなことしたらね、まずいんじゃないかとも思うんですけど、向こうの場合なんかそこをうまくやってて、役人の人が来て、いやおじさん何勝手に住んでんだって言ったら、いやこれはちょっと船の持ち主にちょっと頼まれて、いやなんかこう掃除しろって言われてちょっとバンしてるんですよって言って、じゃあしょうがないやってなるじゃないですか。で今度近所の人とか来て、いやお前その誰の船なの、何しにこんなとこ止めてんだって言ったら、いや政府から頼まれてこの港の掃除を頼まれてるんだとかいうなんかまたイカ様のこと言って、そうなんかみんななんか信じちゃって、なんか行ったらなんか普通に真面目に一応掃除したりとかしてちょっとだけで、そうするとなんかみんななんか結構みんな信じちゃってるから、こうみんなから愛されてるんですよそいつが。でなんかおーとか挨拶されたりとかしてね、でなんか普通に船で住んでたりとかっていう、もうインチキとインチキ全部重ねてさらにインチキになったみたいなものすごいやつがいて、それでそういうなんか人のつながりがまた大量にあって、でなんか変な場所もいっぱい変な店があったりとかいろいろ作ってるっていうのがあって、なんかそういうなんか自分たちの生活スタイルをもうイカ様の塊で勝手に作っちゃってて、再開発されても全然気づかないぐらいのなんかレベルに達してるっていうのがなんか意外とすごいことだなっていうのをすごい感じたんですよね。でまあその台湾は台湾でそういうそのネットワークがあって、カフェがあったり、その知り合いのバンドが集まるライブハウスがあったりとかっていうネットワークもあって、でその後韓国に行ってきたんですよ、ついこの間まで。で韓国行ったら、韓国は韓国でまたね、こういろんななんかまた面白いやつらがいて、である時ね、そのやっぱりソウル市とかもすごい再開発とかがやっぱりすごいされてるんで、どんどん古い建物だとかがどんどん壊れて新しいその商業ビルの街になるみたいな、それも日本と同じ感じなんですけど、でそのソウルの中のホンデっていう大学とかがあったりとかする若者の街があって、それまあ東京で言えばなんか高円寺とか下北沢とか、まあそういう吉祥寺とかそういう感じで、ちょっと名古屋だとどうかわかんないですけど、なんかそういうなんかまあ若者がいっぱいいて、そのでも若者がいるだけじゃなくて、なんか暇な若者とか遊んでるやつらとかアーティストとかがいっぱいいるような街があって、でそこのホンデっていう地域があって、そこの再開発が進み始めた時に、やっぱりそのまあ、その辺の若い地元の大アホなやつらとかみんなやっぱりその冗談じゃないっていうふうにやっぱり言って、でそこになんか大きい道路を通してすごい商業ビル建てたら自分たちの遊ぶ場所なくなるじゃないかと。でいつも言ってる、ね、小さいインチキなバーとかライブハウスだとかがやっぱりどんどん家賃も上がって入れなくなったりとかすると大変だっていうことで、まあ、反対をするんですけど、でなんかやっぱり日本でもこう伝わってくるように韓国のなんか反対運動って半端ないんですよ。なんかもう普通に火炎瓶投げたりとかもめちゃくちゃやるじゃないですか、ニュースだけ見てると一昔前とか で韓国の人たちもやっぱりそういうのはちょっともう疲れてるところもあって、なんか特に若い人でなんかもうね、街うろうろして遊んでるようなやつらっていうかね、そんなテンション高いことはちょっとさすがにしたくないと、死人が出たりとかね、怪我人出たりとか、なんかこう、まあ、そういうやり方もいいのかもしれないですけど、でもなんかちょっとそういうのはちょっとっていうような人たちで、でそういう時になんかもう考えついたのが、その再開発地域にある一つのビルがあって、そこのオーナーももちろん反対してるから、じゃあそこでみんなでそこで、まあ、立てこもろうっていうか、みんなでそこに集まろうってことになって集まったんですけど、それ何やったかったら、みんなで大パーティーをやるんですよ。なんかでそれ1回だけじゃなくて毎日やろうってことになって、でパーティーっていうかただ飲み会だけじゃなくて、なんかイベントをやるんですよ。なんかでそこのそのビルでまあ本当に巨大なライブイベントをやったりとか、もうなんか演劇みたいなやってみたり、なんかトークイベントやってみたりとか、毎日もうすげえ楽しいイベントをもう連日やればこう踏み込む隙がないんじゃないかっていうかね、さすがにみんながすげえ盛り上がってるところにさすがに政府も追い出しには来ないだろうってことで、その
大パーティーみたいな反乱っていうかね、もう本当遊んでるだけにしか見えないんですけど、そういう抵抗をやり始めて、それがもう1年以上もう毎日それずーっとやってて、でなんかそしたらさすがにそれ踏み込めなくて、普通だったらなんか韓国の場合は結構厳しいから、そのオーナーがヤクザを雇ってヤクザが襲撃してきたりだとか、警察が本当に踏み込んできたりとかね、そういうことがあるんですけど、そういうのも全然なくて、なんとか乗り切ってこう結構そのすごいなんかその再開発反対の象徴みたいな場所になって、でそれでなんかもう最終的にはなんか勝つんですよ、ある程度で。さすがの再開発は全部止まんなかったんですけど、なんかいろいろその場所の保証をしてもらったりとか、別の場所になんか別の場所ができたりとかっていう風になんかこうある程度の勝ったりとかして、なんかそういうすごいやり方があるなっていうのをなんかまた勉強になったりとかして、でそこの場所があったことによって、そこのその本でっていう地域で遊んでたような人たちとか、そのインディーズのバンドとかがもう死ぬほど集まったりとか、アーティストとかで、そいつらがなんかもうみんな知り合いになるから、もうなんかものすごいパワーになってて、でその人たちが毎1年に1回イベントをやるのがあって、それでちょうど先週あったんで、そこにちょっと行ってきたんですけど、なんかもうものすごいいっぱい人がいて、ネットワークが できてて、やっぱり再開発に反対する集まりの中からそういうのが生まれてて、でも、まあ、そんだけネットワークがあるから、もうね、なんかちょっとなんかあったら死のる人が集まるみたいになってて、特に若い人たちが、でああいうののなんか力のなんか作り方っていうのは、なんかもう本当に最強じゃないかっていうか気がしてて、もう変にね、火炎瓶が飛んだりするよりもよっぽど強いもんだと思うんですよ。でなんかああいうのがあって、でまあそれがソウルで、でまあなんかそのまあいろんなとこ挙げたらきりないんですけど、でいろんな街にそういうなんか自分たちの普段の遊びだったりとかライフスタイルだったりとかっていうのをどんどんこうどんどん結びついてって、謎のネットワークができてって、なんかこう本当にもう役立たずの集団みたいなんだけど最強に強いみたいなね、そういうのがもう各地にいっぱいあって、でなんかそういうのをなんか意外とやっぱり日本からしたら結構全然見落としてたというか、なんかこうね、特にアジア圏とかっていうのはなんかやっぱり最初に日本が経済的に発展して、その後からついてきてるから、なんかにアジア圏はこう後から来てるもんだっていう風に、特に年配の人たちはそう思い込んでたりとかする人もいて、そうなってくると情報も入ってこないとかで意外と見落としがちだったところもあるかもしれないんですけど、今こう見たらなんかもうやったらレベル高いっていうか、すげえ面白いこといっぱいやってるんですよ、なんかそのインディーズの文化というかアンダーグラウンドのカルチャーの中では。でやっぱりそういうなんかね、そのすごいなんかその、まあ、金儲けだのなんだのとかっていう目論んでるやつっていうのはやっぱりね、日本でも安倍を中心としても言いますけど、まあ、中心じゃないか、まあ、言いますけど、そういうのがもういろんな国のところにいっぱいそのろくでもない連中がいて、どんどんその再開発をしたりとか、どんどん金儲けのことばっかりを考えて街づくりだったりとか、いろいろこう経済のことを考えてったりとかしてやってて、そういうのの結果としてやっぱ原発みたいなものもどんどん出てきちゃってると。でなんかそういう状況の中でやっぱりね、これはもうやっぱりこうなったらもう訳のわかんないことをやってるとんでもない役立たずみたいなやつがもう世界中にいっぱいいますから、すでになんかそいつらがやっぱり手を組むのが一番これ最強なんじゃないかっていう気がすごいするんですよ。でまあだからそのまあ東京の高円寺なんかまあね、平日昼間からなんか知んないけどうろうろしてる若いやつがいっぱいいるし、なんかね、何やってんだろうって、どうやってこの人生活してんだろうって人もいっぱいいたりとかして、なんかそういう人たちなら意外とこれはね、最強っていうかね。でなんかやっぱりその海外に出ても分かりますけど、やっぱりまあ本当のこうグローバルスタンダードっていうのはやっぱり公園で昼寝してるやつじゃないかと思うんですよ。ろくに働いてないとかね、でも働いてもまあまあなんとか生きてるやつらとかいっぱいいたりとかして、でやっぱりね、やっぱそういうなんか生き方みたいなやつらっていうか、とんでもないやつらっていうのをやっぱりちゃんとね、もうここはもう強固にやって結びついていくのが一番大事なこと でやっぱね、今なんかね、その政治とか見てると、まあ、橋本にしろ安倍首相にしろ何にしろこういろいろなんかこううわーなんかこんなことやってんだみたいな、なんかテンション下がるニュースしかやっぱ入ってこないんですけど、よく考えてみてさ、大したことねえんじゃないかっていう気もしてくるんですよね、なんかね。で悪い政治家いっぱいいるんですけど、なんか意外とね、本当はなんかもっとうちら勝てるっていうか力を持ってると思うんですよ。でなんてかっていうと、やっぱりいろんなことをなんかやれとかね、押し付けがましいことはやっぱいろいろ言ってくる時代ですけど、まあ、それに抵抗してそういうふうにさせないっていうのはね、結構大変でも、やれって言われたことをやんないっていうのはね、やたら簡単な抵抗の手段じゃないですか。なんかこうだから人の言うことを聞かないっていう、なんか最強の抵抗の手段を我々は持ってるので、
そう考えると世界中で人のことを言うことを聞かないで勝手に自分たちのライフスタイルを作れるやつらっていうのが大量にいるっていうのはなんかめちゃくちゃ強いことだと思うんですよね。で言うこと聞けない状態になっちゃうと結構きついんですよ。なんかもう本当にもう働かないと死んじゃうみたいな状況に追い込まれてなんかこうわーってもう病んできたりとかね、自殺しちゃったりとかすることになるんで、まあなんとかなるだろうっていうのをどうやってこうネットワークを作っていったりとかいろんなところをうろうろしたりとかね、するかっていうのが今最大の攻撃なんじゃないかっていうことを思うんで、だからねやっぱりちょっとね本当ね各地行っても死ぬほど面白い場所がいっぱいあったりとかして、で日本の中にも死ぬほど変な場所がいっぱいあるんですよ。だからなんかやっぱそれをなんかまあなんかうまくいけばなんとか地図にでもしたいなと思ってるんですけど、やっぱりねまあ悪いやつらをね懲らしめるのも大事なんですけど、とんでもないやつら同士でもうろ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 してね、もう本当国を越えても何でももううろ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 しまくって変なやつらとこう知り合いまくるっていうのはねものすごい大事なことで、でこれはもうただ一緒に飲みに行ったりとかすればいいだけの話なんで、もうあと遊びに行ったりとかライブを見に行ったりとかするだけなんで、もうこれ超簡単なことなんで、これは最強じゃないかとっていうことでね、やっぱりこう人の言うことを聞かないと、うん、で勝手なことをやるという恐ろしい戦いをね、やっていけばいけるんじゃないかと思うんでね、皆さんぜひ一緒にやっていきましょう。で、そろそろ30分で経ったのかな、まだかな、まだ大丈夫なの、まだ全然大丈夫、じゃあしょうがない、じゃあちょっと高円寺の話をちょっとしよう。で高円寺でね、で、そうそう、で、そうね、海外でどうのこうのっていうだけじゃ、日本見捨てんのかって話になるんで、やっぱり日本は日本で、やっぱりいろんな面白いことをやっていかなきゃいけないんですよ。で、その時に、まずその、うちはリサイクルショップをやってて、で、知り合いがなカフェを開いたりとか、その、商店街の空き店舗とかを借りて、いろいろなんか新しい場所を作るみたいなことを、こう、どんどんやってはいるんですけど、で、まあ、そうは言っても、それだけやるとやっぱ店ってねやっぱり向き不向きもあるし、やってうまくいく時もあればうまくいかない時もあるんで、大変な時もあるんですけど、場所っていうのはやっぱりないと人が集まれないんで、やっぱり場所は絶対作った方がいいと思うんですよ。でその時になんとかバーっていう名前の、なんとかバーって名前なんですよ、の飲み屋をこうやってて、でそこはなんかもう本当にもうちょっとねもうくたびれかけたなんかスナックみたいなバスへのバーみたいな汚いとこがあって、そこをおばちゃんがやってたのがなんかやめるって言うから、あやりますやりますって借りたはいいんですけど、俺も自分でリサイクルショップやってるからできねえってことになって、誰かリサイクルショップじゃなくて飲み屋やんないですかねって聞いたら、なんか結構みんなね1日だったらやりたいっていう人がいっぱいいたんで、じゃあ日替わりでやろうってことになって、日替わり店主のなんとかバーって名前の飲み屋を始めたんですよ。でこれがまた良くて、で要するに1日の家賃というかね負担分はもちろんその最低の分は払ってもらって4000円ぐらいなんですけど、でそれ以上の分はバイト代としてこうもらえるよっていうシステムにしたから、もういろんな人が何でもできるんですよ。なんかでもう自分のセンスで完全にできるから、いろんな人が店番をやるっていう。でそうなってくるとなんかもう各地から来るんですよね、なんか店番をやりに。でその店番をした人はその店に泊まってっていいから、要はでタダで遊べるんですよ。例えばこの間も名古屋の人来ましたけど、名古屋から東京に遊びに来て1日店番をやって、1日とか2日店番をやってで帰ると、そうすると売り上げで交通費に なって泊まれるからタダで東京で遊べるじゃないですか。でそうなってくるとなんか広島から来るやつがいたりとか、大阪から来るやつらがいたりとか、もういろんなとこからそこの場所に来て店番をして帰るみたいな人たちがもう続出してて、でそうなってくると東京に行って店番をして帰るとなると、もう飲み屋でやる店番をするから、もう東京のその辺にいる人たちとみんな仲良くなるんですよね。なんか普通にただ東京タワー行くのと全然違うんで、でそういうのでなんかもうそうすると逆に言うと高円寺から一歩も出たことないのになんか世界中に知り合いができるみたいになってくるんですよ。でそうなってくるとなんかもう今度はなんかねもういろいろその時連絡交換したりとかするから、逆にその高円寺の人がどっか遊びに行く時にいやー来ましたよみたいなって、あの時店番にしてましたよねみたいなこう話になって仲良くなるからつながりが できるじゃないですか。でその広がりでなんだか知らないけどもう本当になんか日本中に知り合いがいるみたいにこうなってくるっていうか、今そのなんとかバーって始めて3年目ぐらいなんですけど、3年目ぐらいかな。
なんですけど、なんかもう相当いろんなところに知り合いができてくるっていうか、だからなんかその場所の作り方って意外となんかいろんなやり方があって、なんか普通に自分で雑貨屋さん始めるとかでもいいんですけど、あのそれは自分の店であって、なんかそうじゃないいろんな、なんかこう誰も儲かんないけど死ぬほど知り合いができるみたいな場所を作ったりするやり方もあるかなというのがあって、なんかそう、なんかそういうのをやってたら、なんか意外となんか海外でも真似する人がなんか最近出てきて、なんか まだそんなまでうまくいってるか知らないんですけど、なんかいろいろできてきたりとかっていうのがあったりとかして、でなんかね、意外とやっぱりそういうなんかなんかいろんなところ行くんじゃなくて、こっちにいろんなところに呼んで、またそのまた遠くにもなんか知り合いができるみたいなシステムをどうやって作っていくかっていうのが、なんかこう、まあ、さっき話したそのとんでもないやつらっていうか、役立たずのやつらっていうか、ちゃんと自分の生き方で生きるっていうかね、金持ちのやつらが作り出した変なルールとかに乗らないで生きていくにはどうするかっていう時に、やっぱそういうのも一度考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうので、なんとかバーっていうのをやってますんで、もし興味ある人がいたらぜひ言ってくれれば、店番都合つけば開けられるんで声かけてください。でなんかまあそんな感じで、なんかいろいろなんかそのさっきの地図を作ったりとか、まあゲストハウスも今ちょっとまあできるか分かんないんですけど、今ちょっと作ろうかなっていう計画があったりとか、いろいろこうやってて、そうやってなんかいろんな人がやっぱり動けるっていうのをどう作るかで、特にやっぱりその震災以降の、やっぱりね、東京にいるとやっぱりすげえ不安だったんですよ。今でも不安ですけど、もう福島からも近いし、まあ、その本当に原発事故の直後なんていうのは、なんかもう本当放射能がどうなってるのかも全然わかんないし、今でもわかんないけど、今よりもっとわかんなかったから、もう死んじゃうんじゃないかとも思うし、大丈夫なんじゃないかとも思うし、全然わかんないっていうか、そういうのを感じた時に、そのいろいろ場所を作ってって、いろいろなんかこう自分たち の生き方を作るっていうふうに考えても、なんか国の失敗かなんかで その、ね、その場所がな、その地域全体がなくなっちゃったら全部なくなるわけで、なんかそれはもうね、危なすぎるっていうのをすごい実感して、これは移動だと。で、移動しながらどうやってうちら生きていくのかっていうかね、やっぱ幸いにしてうちら地主とかじゃないんで、いくらでもこうね、いろんなところに行って生活することができると思うんですよ。だからそれもやって場所も作ってて、その両方をやっていけば我々は最強じゃないかと。でましてや国も越えたりしたらもう別にね、なんとでもなると。本当にもっともう究極的にはやっぱりもうその国の政府が悪くなったらそこの国の人口が減るぐらいのね、肝心にまで持っていきたいと思うんですよ。今の日本とか多分もう2000万人ぐらいでいいんじゃないかって言うと思うんですよね、人口とか。でもやっぱりなんかこうね、国境ってものあっていろいろこう行き来はしにくいですけど、やっぱりなんかそこはなんかうまくやっぱり行き来して、ちゃんとみんなで全世界の貧乏人と一緒に生きていくっていうかね、間抜けなやつらと一緒に生きていくっていうか、それを作っていければ最強なんじゃないかというふうに思います。はい、そんな感じでいいでしょうか。あ、結構あるんですね。うん、じゃあ何の話をしようかな。あ、質問、あ、いいですよ。じゃあ、ええ、ではせっかくですので、ちょっと時間もあるみたいなので、松本さんに何か質問したい方っていらっしゃいますでしょうか。はいはい、この自民党政権になってしまったことをどう考えますか、うん、って感じで、あれだけ大きな動きがあったのに自民党こんな状況になっちゃったこと。そうですね、やっぱりね、なんかこれはやっぱりすごいなんかやっぱこう移動したり場所を作ったりしなきゃいけないなっていうふうに本当に実感するののきっかけでもあるんですけど、やっぱりなんか本当だったらあんな原発事故なんか起こったら一瞬で止まるべきなんですよね。で、てかもう反対運動が起こる前に政府が本当は止めるのが普通の感覚だと思うんですよ、うん、世の中であれば、はいはい、でもやっぱり政府がなかなかそれをねグズグズしたんで反対運動が起こったと。で、世論も7割8割が反対、原発はない方がいいんじゃないかっていう意見にまでなったっていう。で、その時点まで行って
って止まらないっていうのはなんか何かがおかしいんですよね絶対、はいはい、普通そうだったら世論の代弁してる人が代弁者が本当は政府のはずなんですから、それがやっぱりあじゃあ止めますかっていうような方向には少なくともいかないとおかしいのに、それがなんか全然その方向に行かず、なんかそれをごまかしながら結局また原発が残っていきそうな気配が今完全漂ってるじゃないですか。でそれってのはやっぱりね、なんかもう本当にそのなんかもうそういうもの、そのただ反対したりとか、その世論が動いたからといってなんとかなるっていうようなものじゃないような、もっとすげえ黒いわやる悪い空気っていうか、悪いものがやっぱ日本の社会の中にはすげえ根付いてると思うんですよ、はい、でそれはもう本当に悪い、なんかね原子力村だったりとか、いろんなものがこう複合的になってると思うんですけど、でなんかそういうのがある状態の中でやっぱりそのなかなかそのね一気にひっくり返すのは大変なんで、だからこそやっぱり本当に自分たちの生き方っていうのをみんながちゃんと作っていくっていうのをもうちょっと積み重ねていかないと、そのこう悪い奴ら倒せないんじゃないかなっていうふうにすげえ思ってきたんですよね。なるほど、じゃあ松本さん的なこう今作戦としてはその辺のことに関しては、だやっぱりこれはやっぱ役立たずが増えることしかないでしょうね、やっぱなるほど、この人はこれ役に立たないぞっていうかさ、まあ、役に立たないっていう意味もあれなんですけど、自分も含めてね、絶対これね、その日本の経済のその後牛耳ってる奴らのためにはなんないような奴らっていうかね、そういう奴らがやっぱどんだけ増えるかだと思うんですよね。なるほどなるほど、なんか私もくだらないことが好きなんですけど、なんかくだらないこといっぱいやってらっしゃいますね、きっとね。そうですね、そうですね、あ、みちさん帰ってきましたよ、はい、まだね、時間が余ってるんですよね、はい、せっかくなので今ね、質疑応答中です、はい、で今お一人の意見いただきまして、他に何か聞きたいことありますか。こんなチャンスなかなかないよ。自分の大学の校長先生にペンキぶっかけてちょっと停学になったっていう人ですよ。そうで、懐かしいですね、もう10年ぐらい前ですよ、うん、捕まりましたからね、警察にも行っちゃいました、ペンキをぶつけた、そうなんですよ、ペンキをかけた、ムカついた、そうですね、ちょっと悪いやつだったんですよ、それが。なるほど、ちょっと懲らしめなきゃいけないという、したら勢い余ってね、捕まってしまった。ここまで思い切ってやっちゃうっていう、その人をなかなかやっぱりいないなと思って、ノリに弱いんですよね。そうなんですよね、もう行ったれっていう感じで。そうなんですよね、うん、でもきっと数々の武勇伝があるんでしょうね。いや、そんなこともないですけどね。ないですか、今日、まあ、名護フェス出ていただいて、ね、はい、今後の動きはどんな感じなんでしょうか。今後の動きですか、はい、ね、何か今後の動きどっか行くとかあれば。特にその、なんか大きな目論見みたいのはないんですけど、はい、やっぱりなんかね、やっぱりちょっとやっぱ今場所作りをちゃんとやっぱやろうかなっていうふうにはすごい思ってて、で、まあ、ゲストハウス作ろうだとか、はいはい、いろいろなんか商店街のイベントをちょっともうちょっと盛り上げたいとかね、はい、なんかそういうちゃんと人と人がつながることはちょっと地道にやっていこうかなっていうのが結構ありますね、なんかね。そのゲストハウスは一泊いくらで。まだそこまで行ってないですね、ちょっとね、いくらになるかとかは。そのまあ休みには行きたいですけどね、素人のゲストハウス的な、そうですそうですそうです、素人のゲストハウスゲストハウスいいですよね、私もすごい好きなんですけど。そうそう、ね、なんか面白い出会いが生まれそうで、そうですね、いろんなとこから遊びに来てくれるし、いいです。あ、じゃあ東京で作ろうということ。そうそう、高円寺でやろうかなと思ってるんですけど、ね、あ、いいですねこれ、そのゲストハウス、東京にゲストハウスは割とあったりするんですか。東京は結構まあまあありますよ、まあ、あるんですよ、ありますあります。なんかゲストハウスっていうと沖縄とかが盛んだっていうようなイメージなんですけど、まあでも今全国いろいろ多分名古屋もあったりするんですけど、やっぱりそこには旅人がやってきて、いろんなこうその出会いとその化学反応とあると思うんですけど、やっぱりすごくいいですよね。そうですね、東京もあるんですけど、やっぱりなんかね、結構東京でいうと東の方の地域に結構あるんですよ、浅草の方とか、はいはい、で意外と西の方とかが、ね、みんな遊ぶ場所なのにそっちの方に結構少なかったりとかして、みんななんかすごい変なとこ泊まったりとかしてて、遠い遠いとか言ってるから、はいはい、やっぱこっちにも作りたいなっていうのもあるんですけどね、はい、高円寺はなんか遊び心のある面白いところですよね。そうですね、確かにそうですね、それは
それ仕掛け人だったりするんですか。いや元々ですよ、あれは。元々です、ね、なるほど。なんかこう、もともとなんかよそもんがいっぱいどんどん集まってきて作られてる街なんで、うん、なんかこう、その辺が割となんか、わけのわかんないやつに対する許容力が懐の広いところなんですよ。なんか、なるほどなるほど。なんで結構いい感じですよね。なんかライブハウスとかも結構あったりとか。そうですね、そうですね。そうですよね。私は宝島世代なので、同世代じゃないでしょうか。ああ、かもしれないですね。今38、今年39です。言わないでおきます。あ、そうですか。どうですか、みちさん、時間の方は、はい、いや、まあ時間はまだまだいっぱいあるんですけど、ずいぶん30分って絶対これ言ってないですか、これ。ちょっとね、巻いてますね。だいぶ巻いてるんですけど、はい、まあ、皆さんどうですか、質疑応答、松本はじめさん、もう本当に素人の乱っていう、まあ、それご存知ですよね。質疑応答、何か質問ある方、いないでしょうか。なんかお話伺ってむちゃくちゃ面白いなと思って。いやいや。なんかこう今の社会って絶望しちゃうことが多いじゃないですか。うん、だからもう少しでもね、ちょっとおバカなことをして楽しんで、うんうんうん、いろんな発想で自由にやっていけたらいいなと思いますね。うん、そうですね。なんかこうね、やっぱなんか悪い状態とか悪いなんか政権とか、いろいろなんかね、そういうの見るとやっぱり真面目にやっぱ捉えがちなんですけど、やっぱそれだけじゃやっぱ勝てないですからね、なかなか。それでうわーってやってね、それよりもやっぱりちゃんとなんかこう、できることはやっぱりね、山のように転がってますから。なるほど。やっぱり世の中で隙がめちゃくちゃ多いような気がするんですよね、なんかね。なんかそう、もう完全に全部管理するような世界って絶対無理なんで、死ぬほど隙があるんで、なんかもうその隙はもういくらでも使えるから、なんか、うん、まあどんなに悪いとことになろうともやれることは全部あるんじゃないかと思ってますからね。昔から面白いことばっか考えて生きているんですか。そう、うん、真面目に生きてるつもりなんですけどね、どうもなんかね、悪だくみの方に、あ、これやったら面白いんじゃないかみたいなのがよくね、なるんですよね。いいですね、うん、とても。なんかやっぱいろんな飲み会とかをやっぱりこうね、いろんなところでやっぱりやって、でいろんな人と話すると、特にまあ知らない人と話すると、なんか初めての発想とかがどんどん生まれてくるじゃないですか。でそういうのがやっぱり一番大事にしたいなというか、そういうなんかこう煮詰まってない感じの、うん、があった時に、わあそれ面白い、やろうやろうってなった時に、もうなるべくもうね、うかつに言ったこと全部それやれよじゃあみたいな感じになるから、なんかこう、まあそれでやっちゃうのがやっぱ本当は一番いいんじゃないかなっていう、うん、やりたいことはとにかく口に出すのが一番ですよね。そうですよね。そしたらこう誰か繋いでくれたりとか、チャンスが来たりとかしますもんね。そうですね。でこう考えずにやるってことですね。うん、うん、そうですね。あんまり考えてからもう、なんかこうよく原発の問題とかでもそうだし、どんな社会問題とかでもそうなんですけど、なんかそれなんかこうまだ考えが浅いみたいなことでよく怒られるじゃないですか。俺なんか原発のことなんかほとんど知識ないのに、とりあえずデモをやったりとかして、大体文句言われるんですよ、さ、そういう真面目な人とかから。いや、もっと考えないとダメだとか。でもそんなこと言ったら、なんかもう、東大名誉教授の人ぐらいしかデモできなくなっちゃうじゃないですか。そう、おかしいですもんね。だからとりあえずやっぱ文句はとりあえず言ってみて、ダメだったらちょっと引っ込めてもいいじゃないかっていうか、そんぐらいの気持ちでどんどんやっぱやっていかないと、世の中は何にも動かないような気もするんですけどね。わかります。どう？はい。やろうかなーっていう思ってるのと、それをやるっていうことにはもうすごく大きな、そのなんていうの、隔たりというか、もう違いがあるんですよね。思うのは思えるんですよ、うん、なかなか思えないですけど、思うのも難しいし、思おうと思わない人もいっぱいいるし、でも思う人たちもいっぱいいるんだけど、でもそれをやるってなると、そこにはもう本当に一部の人しかやれない、まあ一部の人しかやれないというか、そういう状態に今はなってるんだけど、それをもっともっとみんなやらなきゃいけないっていうふうに僕も思いますね。まあそれはもちろん自分にも言えることなんですけど、やってみなきゃ分かんないですもんね。やってみなけりゃ分からない。あの失敗もね、次へのステップだったりするしね、うん、私ちょっと気が合うなとか思っちゃったんですけど、勝手に私も古着屋さん前オーナーでやっていて、あ、そうなんですね、古着屋さんやりたいなって言った、その足で不動産屋さんに行きました、まあそんなノリで生きてます、いいですね。そう、で、間延び放送局という放送局を今、間延篤君と一緒にやってるんですけど、これもこんなの面白いからやらないって言って1ヶ月後に開局したんですよ。ああ、いいですね、いいですね。ね。まあそんな感じで、みんなね、どんどんやりたいことをやって、楽しんで動いていけばいいんじゃないかと。そうですね、そうですね。だからなんか
さっきのその外国の話とかでもそうなんですけど、なんか意外とその海外って全然ね、知り合いもいなくて言葉も通じなかったりするとすごい不安ですごいハードル高い気もするんですけど、意外となんかね、うん、絶対なんとかなるんで簡単なんじゃないかっていうか。なるほど、ね、でなんかもう本当に初めて海外行ったのってもうね大学生ぐらいの時なんですけど、もう何にも知らないからどうやって行っていいのかもわかんない、旅行会社ってものがあることすらも知らなくて、まあ、どうすればいいんだと思ってとりあえず外務省に電話しましたからね。あの外国行きたいんですけどどうすればいいんですか、知らねえよそんなのみたいな感じで、わからないこともわからないみたいな状況 でモンゴルに行きたいと思ったからモンゴルに行きたいんですけど、じゃあモンゴル大使館に電話してくれって言って、でモンゴル大使館に電話したら地球の歩き方っていうのがあるから買ってくれって言われて、でそれ買ったら全部書いてあってここにあるんじゃないかと思って、だ意外とねとりあえず何かやるとなんかわかるんですよ。あんまそんな人いないですけどね。まあそうかもしれないですけどまあね、思わず電話しちゃいましたね、あれはね、うん、みちは慎重派だってする？そんなことない。いやまあ、最近慎重派になっちゃってきていて、あら、意外いかんなと。ほんと、うん、意外だわ。やらなきゃっていう思いに潰されそうです告白しましたね、今ね。はい、どうしよう、どうしましょう、どうしましょう。いや、何をやらなきゃいけない。いや、違うんだよ、もっと時間を潰さなきゃいけないいや、まあでもまあ、ぼちぼちですかね。ぼちぼちですかね。はい、はい、で、まあ、タイムキーパーはいないんだね、この。いや、います、僕ですけど信用できねえな、このタイムキーパー。できます。で、まあとりあえず松本はじめさんがこう、まあ貴重なお話をしていただいて、この話は本当に聞けないですよ、皆さん。貴重ですよ、皆さん。聞けないと思いますよ、名古屋では。そうなの？そうでもないと思う。そうでもないらしい。またすぐ来てくれますね、いつでも。はい、はい、でも日々忙しくされてるんでしょ。まあ店が忙しいんでね、はい、でまあ隙間を縫って来てください、また名古屋にも。ぜひ。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。松本はじめさんでした。東京にも遊びに来てください、皆さん。じゃあちょっと時間が、あ、もう行きますか、行きますか、はい、でもなんかちょっと飛び入りでやりたいっていう人もいるみたいですよ。それはえぐれ笹島と、おー、まだ時間がある。占いまちこえぐれ&ボインっていう飛び入りのファンキーな人たちがちょっとやらせろって言うんで、やってちょっといいですか。はい、ぜひぜひやってもらいましょう。推進者の推進者はオンタイムで半からやるということで、いいですか。お願いします。はい、お願いします。お母さん見てますか。ありがとうございます。お母さん見てる。ありがとうございます。みちくん2本ずつ使えるよね。あ、2本ずつ使えるよね。はい、愛し合ってる会、イエイ。じゃあ飛び入り、本日の飛び入り一発目、エグレ&ボイン、どうもありがとう。どうぞ。どうもありがとう。大阪からようこそ。大阪の井上さんようこそ。大阪の八曜日さんようこそ。大阪の岡八郎ようこそ。岡八郎さんね。名古屋にもこういう芸人がいるってことを大阪の人に見せたいと思います。どうもありがとう。ようこそ大阪からいらっしゃいました。東京もありがとう。松本はじめさんようこそ。名古屋にもこういう年寄りの芸人がおります。
若い方に任せて引退しようと思ったんですが、やっぱりね、今日の演奏を見たらもう一回引退をやめます。マツコさん引退しないでおこう。それでは清志郎さんの歌を歌います。皆さんよろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、イエーイ、どうもありがとう。イエーイ、イエーイ、どうもありがとう。どうもありがとう。どうでもいいぞ。それではありがとう。それではサマータイムブルースを歌っちゃいます。どうもありがとう。岡八郎さんどうもありがとう。顔が岡八郎そっくりだから、岡八郎そう。それではちょっと低いか。バババババババンボン、バババババババンボン、バババババババンボン、バババババババンボン。あっちが入ってくるグレレグレレグレレ。暑い夏がそこまで来てる、バババババババンボン。あた、あの、あれ、あんたホラー街だけにしなさい。暑い夏がそこまで来てる、バババババババンボン、バババババババン。みんなが海へ繰り出してゆく、バババババババンボン、人気のないとこで泳いだら、原子力発電所が立っていた。さっぱりわかんねえ、誰のため、狭い日本のサマータイムブルース。もう一回、ワンモアタイム。今覚えとらんでごめんね、もう一回一番歌おう。オッケー、許してちょんまげ。寒い冬がそこまで来てる、あんたもこの頃抜け毛が多い。それでもテレビは言っている、日本の原発は安全です。さっぱりわかんねえ、根拠がねえ、狭い日本のサマータイムブルース。電力は余ってる、いらねえ、欲しくねえ、原子力は余ってる、いらねえ、欲しくねえ、原子力はいらねえ、あるねえ、欲しくねえ、欲しくねえ、欲しくねえって言ってんじゃねえか、責任者出てこい、一人で来い。責任はあってねえよ。エグレポイント、ありがとう。決めてますから買ってください。